マドイスマイルハーンは、かつては、アフガニスタンのムジャーヒディン司令官、後に、ヘラート州知事、ヘラートのライオンと、あだなされた。現アフガニスタンイスラーム共和国水資源、エネルギー省イスラム協会との関係が深い。民族的には、ガジク人、ファラー州、シーンランド出身、イスマイルハーンと表記されることもある。1979年3月、 アフガニスタン西部の都市ヘラートの陸軍少佐であったイスマー・イール・ハーンはヘラートの守備隊を率いてロシア人政治顧問に対する反乱を起こした。タラキーの共産主義政権は直ちにこれに反応しソ連から提供された弾薬によってヘラート市を徹底的に破壊1週間足らずで2万4千人の民間人を殺傷した。この騒乱は全国に拡大し 結果として1979年12月のソ連によるアフガニスタン侵攻の口実を与えることになった。イスマー・イール・ハーンは地方に潜伏し、ヘラート市民の広範な支持を得て、反乱軍の組織を開始した。ソ連アフガン戦争の過程で、ハーンは、ウルハー・ヌッティン・ラッパーニーのイスラム教会の西部、方面司令官となり、アフマドシャー・マスードラと並んで、 最も巧妙なムジャーヒディン司令官となった。1992年、ソ連の撤退から2年後、ムジャーヒディーンはヘラートを攻略し、現地部族と野戦士機関の集会によって、イスマー・イール・ハーンはヘラートの知事に選出された。1995年、イスマー・イール・ハーンはマスードと協力してヘラートをターリバーンから防衛することに成功し、 ターリバーンの本拠地カンダハールに攻撃を仕掛けすらした。その後、イスラム教会の遊軍だった、ウズベク人のドスタム将軍が、ターリバーンに寝返り、ヘラートを攻撃した。イスマー・イール・ハーンは8000人の配下と共に、イランに逃れざるを得ず、ヘラートは陥落した。その2年後、ファーリアーブ州でターリバーンに対する抵抗運動を、組織中、イスマー・イール・ハーンは、 かつてのドスタム将軍の続称で、当時タリバンに身を投じていたアブデルマリク将軍に、図られ囚われてしまう。その後、1999年3月に脱獄を果たすまで、彼はカンダハールの監獄に繋がれた。アメリカによるアフガニスタン侵攻の間、北部同盟の一員として、イスマー・イール・ハーンは、タリバーンと戦闘を繰り広げた。2001年11月、 部隊はヘラートを奪還し、ハーンはヘラートの知事の座に返り咲いた。知事としての在任中、彼は半ば自立し、ヘラートをまるで個人的な霊園のように統治した。その結果、中央政府との間に圧力が高まることになった。とりわけ、イランとトルクメニスタンからの貿易品に課した関税から得られる莫大な歳入を政府に移譲することを彼はカくに拒んだ。 この資金は、ヘラートの戦後復興に充てられただけでなく、彼の紙兵の整備にも回されていた。アメリカは、カルザイを支援しており、イスマー・イール・ハーンのイランとの結びつきを懸念して、ハーンの追い落としを提案したと言われる。また、2003年3月には、中央政府に伝えずに、イランを訪問、ハータミー大統領と会談して、復興支援要請を行うなど、独自の外交も展開した。 2004年3月21日、イスマー・イール・ハーンの息子ミール・ワイス・サーディク航空、観光大臣がヘラートで国軍司令官の攻撃によって殺害されたことに、橋を発し、イスマー・イール・ハシ兵と国軍の衝突が勃発、100人以上が死亡する事態に発展した。翌日中央政府は国軍兵600人と内務大臣及び、 国防大臣を派遣して鎮静化に努めたが事態は収まらず、さらに8月にはイスマー・イール派とアマーヌラー、将軍派の衝突で約50人が死亡する事件も発生した。中央政府はついに2004年9月11日、イスマー・イールをヘラート州知事から解任した。解任に抗議する支持者、約800名が国連関係事務所に対し投石、放火等を行い暴徒化し、 支持者の中で数名の死傷者が発生した。同年12月、怪獣策によって、彼は、カルザイ政権に、水資源、エネルギー賞として入閣した。彼には、寄与方変が付きまとっている。国境な危機遮団は、彼が厳しい報道慣性をしき、ジャーナリストを襲撃したと非難している。また、ヒューマンライツ・ウォッチも彼を人権侵害で非難している。それにもかかわらず、 イスマーイールハーンは国内で高い人気を保っている。それには以下のような理由がある。まず他のムジャーヒディン司令官と異なりカーブルで1992年以降に起こったような大規模な虐殺や残虐行為に彼は関与しなかった。また彼の統治の間ヘラートは国内の他地域に比べて平穏で経済的な繁栄も果たした。ヘラートは 古くから公益で栄えた都市で、アフガニスタンでも豊かな都市として知られている。関税から得た歳入によって、ソ連とターリバーンとの戦闘によるダメージから、町は復興した。道路を補修し、学校を再建し、小規模なビジネスにも機会を与え、ハーンはヘラート市民から大きな感謝を受けた。彼の人気は、知事時に起こった暴動からも確認することが、 適用。2021年8月13日、タリバーンの構成によりヘラートは制圧された。イスマーイールハーンは、市内に留まり、タリバーンに一時拘束された。ありがとうございます。